本当？ありがとう。大体名は太陽を表すなんて嘘っぱちだ。なになになに、くっさー、なにこれ。名前とは裏腹に、昔から俺には不自然かつ理不尽に小さな不幸が降りかかる。そして俺はやっと一つの真実にたどり着いた。俺は不幸体質であると。今までならあれで骨の一本くらい折っても不思議じゃない。それに今夜の飲み会だって、いつもなら酒やら醤油やらゲロやらかけられて散々な思いをするはずなのに。昨日は来いよな。まさか一応せんね、めっちゃ濃いくね。いいよな。不幸回避できてるのってあいつか。福原くんじゃん。篠宮くんにちょっと話したいことがあるんだけど。篠宮。おう、ちょっとして、やっぱり。その、僕このキャンパスで知り合い篠宮くんしかいなくて、一緒にいろいろ回ってもらえたらなって。なんだ、そんなことか。全然いいよ。かかったな、イケメン篠宮。今日一日、お前の不幸よけの効果しっかり試させてもらうぜ。あ、じゃあ学食でも行く？うん、ちょうど僕もお腹空いてたんだ。行こっか。あれ？聞かれない？いきなり回避？いや、喜ぶのはまだ早い。うわ、割り箸きれいに割れた。いつも冷めてて麺も伸びてるのに、こんなにうまいのマジで初めてだ。コーヒーも美味しい。まいったな、これ重いな。コーヒーも飲むのかな。うん、あれか、あれか、あれか、あれは来るぞ、来る、絶対来る。重い、重い。お待たせしますよ。ありがとう、ありがとう。コーヒー、なんだこれ、面白そう。当たらない。うーん、次どこ行こっかな。あー、あー、どうしよう。すっごい良くなりました。ありがとう。え、怒られない。すっごい良くなりました。次どこ行こっかな。どこ行く？そうだな、どうしよっかな。え、おっ、帰ろ。転ばない。すごい、すごい、すっごい。え、何？え、マリずっとこらえてたんだけど、福原目キラッキラだからさ。ああ、つい。でも本当に楽しかったから。かわいいよな、お前。犬みて。犬？そんなことないよ。恐ろしすぎる。この顔でそんなこと言われたら、みんなそりゃ。この男、無自覚天然たらし男だ。危険だ。こいつに関わると、いつか絶対色恋沙汰で血の雨を見るぞ。なんだ？ああ、なんでもない。行こうか。あ。でも、この不幸回避効果は捨てがたい。あの、篠宮くん。篠宮くんにもう一つ話があるんだけど。うん。
この強運男を利用するためには、これからも俺と付き合ってほしいなーって。ダメかな。え？俺間違えた？いいよ。え？いいよ。付き合う。よっしゃー！本当？ありがとう。あっ。